バンチャンネルの坂東さやかです。今回弾く曲はシューマン作曲の子供の情景より第7曲トロイメライを演奏したいと思います。トロイメライの、ポイントを3つお話ししようと思います。まあ、1つ目はトロイメライの意味と、2つ目は同じメロディーが8回繰り返されているということ、3つ目は子供の情景という小曲集の中の1つの曲だよということです。まず1つ目はトロイメライという言葉の意味ですね。トロイメライは夢とか無双にふけるっていう意味があるらしいです。で、曲もなんかちょっと思い出に浸ってるような、なんかしみじみ感慨深い感じ、ゆったりした曲ですね。で、2つ目はこの曲の構成についてなんですけど、この8回も同じメロディーの形が繰り返されているという作りになっています。で、その8回のメロディーは音が違ったり、あとハーモニー、難しい言葉で言うと和声、響きが変わって出てきます。すごいおしゃれですよね。同じメロディーなのにもう全く違った雰囲気で書かれているというところが、聞きどころ、弾きどころになります。最後3つ目、この曲は子供の情景という小曲集の中の一つだよってことを忘れないでほしいんです。子供の情景というシューマンが作った13曲からなる小曲集の中の7番目の曲なんですね。なので本当は最初から最後まで弾くべき、または聴くべきなのかなって思うんですけど、今小曲集なのでここの曲だけ切り出されることはあるんですけど、シューマンは多分こう流れとかも考えながら作ったと思うので、ぜひ他の曲がこうあって、で7番のトロイメライがあるんだなっていうところを一度は聞いてみてほしいです。子どもの情景っていうのは実は子ども向けの作品じゃなくって、子ども心を描いた大人の作品らしいですね。大人のための作品。この曲リストが大好きだったらしいんですけど、この曲を作った経緯としては、婚約中だった、その後に奥さんになるんですけど、クララ・シューマンがシューマンに向かって、時々私のこと多分子供みたいに思うと思うよみたいなことを言ったらしいんですね。で、その言葉がシューマンはすごいここに残っていて、その余韻で子供の情景って曲を書いたみたいです。ということで、シューマンはトロイメライだけ作ったんじゃなくて、こう13曲まとめて聴いてもらうことを前提にというか、その流れとかもいろいろ考えて作ってると思うので、ぜひ時間があるときに1回だけでもいいので13曲ぜひ聴いてみてください。ポイントをおさらいすると、1つ目トロイメライという意味は夢とか無双に浸ってとか、そういう意味。2つ目のは、同じメロディーが8回繰り返されている。3つ目は子供の情景、13曲ぜひ全部1回は聴いてみてくださいということでした。ではシューマンの子供の情景より第7番トロイメライをお聴きください。どうぞ。